ザ・フレーミング・リップスはアメリカ合衆国のロックバンド。ライブスタイルが非常に独特で幻想的かつエンターテインメント性の高いパフォーマンスを繰り広げる。1983年からオクラホマ州オクラホマシティにて活動開始。1985年に自ら立ち上げたレーベルであるラブリーソーツ・オブ・デスよりセルフタイトル EP であるザ・フレーミング・リップスをリリースしデビュー。 以後、数枚のスタジオアルバムや EP を1990年代初頭までリリースしている。1992年にワーナーと契約し、メジャーデビュー。1993年にリリースしたシングル、シー・ドンとユーズ・ジェリーがヒットした。その後、4枚同時再生の実験アルバムなどを発表した後、9作目、ザ・ソフト・ブレティンで評価を大きく高め。 続く10作目、ヨシミバトルズザピンクロボッツの成功で、実力派バンドとしての地位を確固たるものにする。グラミー賞には、計6回ノミネート、うち3回受賞を果たしている。ライブでのバンド1983年、オクラホマシティにて、ギター担当のウェイン・コインと弟である、ボーカル担当のマーク・コイン、ベース担当のマイケル・アイバンス、 ドラム担当のデーブ・コストカが中心となって結成し、活動を開始。その後、コストカが脱退し1984年に、ドラムス担当として、リチャード・イングリッシュが加わる。このメンバーでレコーディングを開始し、EP、ザ・フレーミング・リップスをリリースした。1986年8月22日、デビュースタジオアルバム。 ヒアイット・イズをレストレスレコーズとエニグマレコーズからリリース。1987年11月1日、2作目のスタジオアルバムオーマイ・ゴードをリリース。1989年2月17日、3作目のスタジオアルバムテレパシック・サジェリーをリリース。1990年9月12日、4作目のスタジオアルバムイン・エイプリスト・ドリブン・アンビュランスを レストレスレコーズとシティスラングからリリース。1992年8月11日、5作目のスタジオアルバム、ヒットツーデスインザフューチャーヘッドをワーナーレコーズからリリース。1993年6月22日、6作目のスタジオアルバム、トランスミッションズフロムザサテライトハートをリリース。 収録曲、シードンとユーズジェリーがヒットし、ビルボードホット100にチャートインした。1995年9月19日、7作目の、スタジオアルバム、クラウズテイストメタリックをリリース。1997年2月28日、8作目の、スタジオアルバム、ザイレーカをリリース。1999年6月22日、9作目の、スタジオアルバム、 ザソフトブレティングをリリース、批評家から高い評価を受けた。イギリスでは、ゴールドディスクに認定された。2002年7月16日、10作目のスタジオアルバム、ヨシミバトルズザピンクロボッツをリリース。前作に続き高い評価を受け、イギリスで、プラチナディスク、アメリカで、ゴールドディスクに認定された。ライブでのバンド2006年4月4日、11作目の、 スタジオアルバム ATO with the mystics をリリース。第49回グラミー賞では最優秀オルタナティブアルバム賞にノミネート最優秀エンジニアアルバム賞を受賞。楽曲ザ・ウィザード・ターンズ・オンが最優秀ロック・インストゥルメンタル・パフォーマンス賞を受賞した。2009年10月13日12作目のスタジオアルバムエンブリオニックをリリース。 2013年4月1日、13作目のスタジオアルバムザテラーをリリース。2017年1月13日、14作目のスタジオアルバムオーチャムオーディーをリリース。2019年7月19日、15作目のスタジオアルバムキングスマウスをリリース。2020年9月11日、16作目のスタジオアルバム アメリカンヘッドをリリースする。ありがとうございます。